メルギー諸島もしくは、ミエイク諸島、ベイ諸島、ベイ諸島は、ミャンマーの南部、タニンダーリ地方域の一部をなす800頭余りの島々である。アンダマン海の東園に位置し、マレー半島北部の付け根から、半島の西岸に沿って、島影が連なっている。諸島の名前メルギーは、タニンダーリ南部の中心都市ミエイクにちなむ。行政区分は、 ミエ区ク県とコータウン県の2県にまたがっている。諸島の地図メルギー諸島は、最北部は、ダウェイの川口付近に位置するマリ島から、最南部のクリスティ島まで、南北およそ4 0 0トルにわたって連なる804の島々の集合である。面積は、合計3500平方キロメートルに及び、単なる岩から400平方キロメートルの面積を持つ、ものまで、 大小様々な島が含まれる。クリスティ島は、タイのラノーン県の西に位置しており、列島の南限を隠すとともに、ミャンマー連邦の領土の最南端でもある。この島の国境を挟んだ、南西延長上には、ムッコスリン国立公園を形成する、大量、スリン諸島がある。諸島内で、最大面積の島は、三重区から海峡を隔てたところにある、カタン島で、 面積は440平方キロメートル、標高は767メートルである。その他の主要な島々は、北から順に以下の通り。メディアを再生する、メルギー諸島の珊瑚省地質学上、島々は主に石灰岩と花崗岩に特徴づけられ、全体として、タウリンなどのうっそうとした熱帯の植生に覆われている。海岸線は、マングローブ林、ところによっては、 砂浜海岸、岬や入り江に囲まれ、宴会には珊瑚礁が広がっている。長らく人類による自然環境への影響をかなりの程度免れてきたために、島々やその周辺のアンダマン海域には非常に多様な動植物症が発達しており、ジンベエザメやジュゴンなど絶滅の危機に瀕する大型動物を特色とするダイビングスポットとしての人気が高まっている。 この海域は、クジラ類にとっても重要であり、関門島東部のホエールベイは、伝統的に多くのクジラが見られることから、名付けられている。多様な動物の例として、ニタリクジラやツノシマクジラ、シロナガスクジラ、太平洋赤棒モドキ、ヒモハクジラ、シャチ、さらに、イルカ、スナメリ、カワゴンドウなどが生息している。島の内部にも、サイ,イチョウ、ウミワシ、アオサギ、ニシキヘビ、 猿、イノシシ、ゾウなど様々な動物が栄えている。諸島南部、ランピ島及びその周辺の海域は1996年にランピ島海洋国立公園に指定されているほか、諸島全体が世界自然遺産の暫定リストに加えられている。一方で、ダイナマイト量、国内外の違法なトロール船、規制のない観光開発など、自然的価値の低下をもたらす。 恐れのある脅威も数多く報告されている。珊瑚礁を破壊するダイナマイト漁は国立公園周辺では一般的に行われている。モロケン人の船島島には推定1000人から3000人のモロケン人と呼ばれるマレー系の言語を話す少数民族が暮らしている。モロケン人の特にはメルギー諸島は神話上の大洪水を受けて本土から切り離されたものという。 猛犬の人々は海上に暮らし、何百年もの間受け継いできた魚老や船の建造などの伝統的な生活様式を踏襲している。寒気には彼らが戦場に暮らす様子を見ることができるが、雨季には多くの場合陸上に泊まっている。しかし近年では多くの猛犬人が絵船での生活を諦め、定住的な生活へと移行してきている。また、諸島や 沿岸域の人口はこれまで明らかになっていないものの、儲けん人よりも、本土のビルマ人やカレン人の居住者の方が、人口の大勢を占めている、可能性は高い。倉地境の声援にあたるミエイクは、歴史的に、とりわけ18世紀にかけて、東洋と西洋の間の交易拠点であり、儲けん人もかつてムスリム商人やマレー方面の中国系商人との交易を行っていた。 諸島内の小島には、ムスリムの船員によって建立されたモスクも残されている。メルギー諸島の位置するタニンダーリ地方域は、ビルマ内戦の最中に、甚大な攻撃を受けた地域である。メルギー諸島への攻撃は、多くの場合住民を狙ったもので、風光明媚なクリスティ島での漁民や、島民の虐殺を伴うものであった。2004年スマトラ沖地震でも、 津波によってランピ島付近で200人以上の冒険、人の死者が出ている。この地域は第二次大戦後、ビルマ政府によって軍事的な観点から立ち入りを禁止されていたが、ミャンマー当局とプーケットの旅行代理店との交渉を経て、1997年に初めて外国人観光客に開放された。アンダマイクラブが現在縦島で5つ星のカジノとゴルフリゾートを 運営している。南洋真珠を産する白町外の生息地として知られ、19世紀末以来、南アジア唯一の真珠採取地であった。1891年にメルギー真珠採取会社が設立され、ヨーロッパ人による組織的経営が行われるようになったが、明治大正期には、真珠採取による稼ぎを求めて、和歌山県の南紀地方やオーストラリアの日本人、 強制送還者などがメルギーに集まっていた。日本人による真珠採取業は大正期に流成したものの、日本の占領下に入る頃にはほとんど水滅状態となっている。戦後、1954年に日本の真珠加工販売会社三木本が養殖場を開設したことから真珠養殖業が成長した。同じく日本の田崎も1997年から ドーメル島で、さらに2017年からシスター島で、南洋新珠養殖事業を運営している。ありがとうございます。